前回のあらすじ。仙台空港アクセス線に乗って仙台駅を発車。今回はどのようなことが起こるか楽しみにしていてください。ありがとうございます。この列車は普通列車の仙台空港駅です。現在仙台駅約2分の遅れで発車しております。ご利用のお客様には列車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。東北本線内仙台岩沼間ですが、なぜか気迫110系がいました。少しすると長町駅が見えてきました。発車したと同時に対向列車の701系が見えてきました。仙台の銀行駅で一番利用者数が少ない大師堂駅に到着しました。ご注意ください。大師堂駅を発車していきます。名取駅に到着しました。ここで東北本線とはお別れです。名取駅を発車しました。ここから仙台空港アクセス線は高架下を走ります。次の下。